ということで、いつものペンションさんやってまいりました。あら、懐いてきちゃいましたね。昔は俺も猫好きだったんですけれどね。はい、でもお前は可愛いからいいだろう。はい、こんな晴れてみました。全然ね、都心部はものすごい雨降ってたんですよ。こっち来たら全然降ってないんです。行かれてますよね。本当はバイクで来るはずだったのに。はい、こんな感じでまたいつもの部屋です。行ってきます。はい、お疲れ様です。とりあえず駆けつけ一杯ちょっと飲んじゃいますね。はい、視聴者さんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、相変わらずおしゃれなものが並んでますね。はい、こんな感じです。はい、こちらでございます。はい、今日のお刺身盛り合わせです。めちゃくちゃ美味しそうです。はい、前回来た時はもうごちそうさまでした。朝7時です。いただきます。はい、はい、やってまいりました。いつもの野島崎灯台です。先月も来ました。はい、天気が悪くてね、とても残念です。はい、ちょっと天気が回復してきました。阿波神社にやってきました。すごい長いですね、この道のりが。はい、こちらが第二の鳥居です。立派です。はい、皆さんおはようございます。ミスターディー、これ見てください。とても立派なね、これ第二の鳥居です。次は中へ行ってみようと思います。明るくなってきました。ミスター D のパワーのおかげですね。はい、そんな感じで祈りを捧げたので、はい、ミスターハーですことね、ミスター D、 いいことが起きますように。はい、あの、また奥があるんですね。あっちは行ったことなかったですね。相変わらず広いですね。この建物がめちゃくちゃでかいです。また来ちゃいました。これです。きしょいんですよ、これ。超いっぱい貝殻があるんです。きしょいですね。はい、毎度毎度おなじみ、いつものところに来ちゃいました。カニがいましたよ。いつもの俺の獲物を持って帰っちゃおうかな。取って、俺に恐れをなして逃げてますよ。皆さん見てください、これ。視聴者さんいました。はい、じゃあここでお賽銭をあげたいと思います。1位で、はい、このいつもの途中ね、これ見えますね。いつもの小道を抜けると、抜けた先にはやってきました。またまた鳴らしちゃいます。そして今日ね、天気があいにくなんですよ。うわ、耳がつんざいた。はい、 D さんの競りが始まりました。はい、こんな感じでですね、
とてもいい景色なんです。あ、綺麗。はい、そんな感じです。はい、はい、お土産を買いにまた来ちゃいました。はい、そしてまた買っちゃいました。いただきます。はい、ミスター D やってまいりました。これでいくらだと思います？950円ですよ。超うまそうです。ここで海沿いで食べたいと思います。はい、海沿いで、うん、みんな丸くなるな、星になれ。波の音がいい感じでね。はい、でこちら開封していきたいと思います。950円とは思えないクオリティですよ。こちらめっちゃうまそう。こちらです。めっちゃうまそうだね。あ、あとで拾いに行きます。はい、じゃあ食したいと思いますね。はい、はい、道の駅でーす。はい、やってまいりました。さすのけ食堂ですね。すごい混んでます。この間乗ったあのフェリー乗り場ですね。でここはおしゃれなホテルです。近くにはプールもありました。黄金アジフライです。はい、すいません、来ました。カジメラーメンです。海の海藻かなんかのラーメンで黒いんですよ。はい、そしてこっちですね。じゃあいただいていきます。いただきます。はい、またまたやってまいりました。切り通しトンネルです。やってきました。本当はですね、バイクで来てこの先の切り通しのところにバイクを置いて写真を撮るはずだったんですよ。で、まあ、ちょっとね、今回ちょっとまた次回に。天気回復してるんだもんね。そうそう、思っちゃいましたか。本当だよ。はい、こんな感じで次行ってみよう。はい、すごいいいです。はい、反対側もこんな感じです。ここでバイク撮りたかったです。はい、ではね、ミスター D ですね、本日最後の旅の、締めの場所はこの切り通しトンネルになります。まあ、何回か来て撮影をしているので分かると思うんですけれど、本当はね、ここでね、こうやって乗ってるところをね、かっこいいかっこいい、はい、マルケスバリにマルケスバリに、こう肘までついちゃって、はい、そうなんです。はい、また次はね、バイクでね、伊豆の方とかも行きたいと思ってますので、その時にはまた視聴者さん誘ってちょっと今度は大人数で行きたいなと思ってますので、その時によろしくお願いします。ぜひ企画よ、はい、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。もうこの蹴るとこがもうこの辺だったもん。肩がほら骨折れてるのでダメなんで、はい、いやーってやらないな。おまけ動画です。はい、ちょっと全体映ってなかった、もう一回やって。